はい、どうも皆さんこんにちは、タポンです。タポンが実況するレインボーシックスシジシチュエーションモード第10話目やっていきたいと思います。いよいよね、最後のミッションになりました。強固な要塞3層から人質を回収しろ、やっていきたいと思います。これまでのね、1話目から9話目までの、場面場面をしっかり振り返りながらね、戦っていきたいと思います。敵に制圧された遠隔地で人質が囚われています。敵は爆弾ベストを着用し、山荘各所のチョークポイントにはニトロセルが仕掛けられています。サッチャーの EMP グレネードを使えば起爆装置を停止させ爆発の連鎖を阻止できるでしょう。はい、というわけでね、今回は人質回収のミッションになります。というわけでね、さあどこからエントリーしていこうかな。で、今回使うキャラクターはサッチャー。さあね、紹介の動画にもありましたが EMP グレネードで、敵がいるな、敵を、ボマーの、例えば、ニトロセルとかを無効化できる能力になってますね。さあ、どこからエントリーしようかな。ちょっとね、2階からエントリーしたいっすな。さあ、後ろから回っていこうかな。敵がいっぱいいるな。危ない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 、上だな。 OK。 さてさてさて、かなり2階を固めてるみたいだな。さあ、爆弾の音がしますが、ここはちょっとね、これを EMP を使って無効化します。こんな感じでね、無効化することができます。で、人質はね、どうやらここにいるみたいなんで、敵がね、仕掛けてきますね。脱出しやすいように、ちょっと有刺鉄線壊しておきましょう。危ない危ない危ない。被弾したー。ショットガンだな。OK。奥にもいる。倒した。さあ、これで敵は、人質を守りに来ると思うんだが。結構敵の仕掛けが早いですな。さあ、人質はそこにいるみたいだね。で、有刺鉄線はね、移動速度が遅くなってしまうので、ちょっとめんどくさいことになってしまうので、ちょっと全部ね、壊しておきましょう。で、イメージとしてはここで、人質を回収して、外から脱出して、脱出ポイントに行きたいと思います。ここから先はスピード勝負だね。ちょっとね、ボマーの音もするんで。よし。来るかな？よし。クリアだ。クリアか。こっちから脱出してラベリングで人質を回収したいと思います。さあ、ここからスピード勝負ですね。今までの戦い方もありましたが、スピード勝負になります。で、壁にね、こういったところでね、隠れながら、人質をね、ちょいちょいちょっと、止めながら、中断ですね。戦いながら、敵を排除しながら、ちょっと今回は回収したいと思います。一気にいけるんじゃないのか、これは。いるね。ちょっと、この陰に隠れます。人
敵をちょっと倒しますね。フラッシュ来た。まずいな。上の敵を排除したいですね。倒して。爆弾のボマーの音がするんだけど、どこだ？怖いな。よし。さあ、引きながらうまく構えながら戦っていきましょう。で、今回使ってるね、AR-33 っていうね、アサルトライフルは、遠距離も戦えちゃうので、うまく遠距離もね、そこにいるな。OK。で、もう一人いる。あれ、ボマーか？よし、ボマーも排除。でよし、じゃあ、おっと、まだりみたいだね。どこだ？そこだね。OK。よいしょ。ホステージを確保。さあ、ホステージを回収するんだ。さあ、一気に行きましょう。まだいる。下がりましょう。人質を見失った。確保しろ。ああ。そこだね。オッケー。横からも来てる。さあ、ボマーの音がするな。ボマー倒したいな。オッケー。さあ、ハンドガンで戦っていくよ。ちょっと分が悪いかな？ OK。さあ、物陰に隠れながら負けてもらいましょう。ハンドガンじゃきつい。横からも来てる。OK。そこを振るな。牽制して、OK。さあ一気に見ましょう。ちょっとスピード勝負いきたいと思います。回収地点に向かえ。回収地点もこの上か。よし、クリアじゃないのか。よしよしよし。さあこれでクリアと。いやー、最後までね、結構敵の距離が多かったですけども、最後のミッションだけにね、うまくね、組み立てながら、まあ、敵の位置を把握しつつ、まあ、エントリーの仕方、そして脱出経路までね、しっかり考えることができれば、クリアすることができました。今回シチュエーションモード、第10話目までやりましたが、次回からはちょっとね、マルチプレイの方の動画も上げていこうかなと思います。あとは、レインボーシックスシリーズ伝統のテロハントモードの方も、やっていこうかなと思っていますので、ぜひぜひ、レインボーシックスの動画のシリーズどんどん上げていきたいと思います。というわけで、シチュエーションモード。これからね、FPS を始めたいという皆さんに、ちょっとでもね、参考になればよかったかなと思います。というわけで、次回もお楽しみに。ほんじゃ、またねー。